海中は人をはじめ多くの哺乳類の種として象徴に寄生する動物で線中に属する寄生虫である。競技には人に寄生する人海中アスカラスランブリコイダスを指す。人に最もありふれた寄生虫であり、世界で約10億人が感染している。本校では種として人海中について記載する。死有遺体であり、オスは 全長15から30センチメートル、メスは20から35センチメートルと、メスの方が大きい。関係動物のミミズに似た体型であり、ランブリコイダスという種名もこれに由来するが、海中は、線形動物であり、関係動物とは全く異なるので、体節も艦隊もなく、死細胞などの感覚器も失われており、体の両先端に口と肛門があるだけで、 体幹を腸が貫通する。生殖器は発達し、虫体の大部分を占める。成熟したメスは1日10万個から25万個もの卵を産む。最大25万個の海中卵は小腸内で産み落とされるが、そのまま孵化することはなく、糞便とともに体外へ排出される。排出された卵は気温が摂氏15度くらいなら1ヶ月程度で成熟卵になり、 蛍光感染によって、口から胃に入る。中卵に汚染された食物を食べたり、卵のついた指が感染源となる場合が多い。卵殻が胃液で溶けると、外に出た小虫は小腸に移動する。しかし、そこで成虫になるのではなく、小腸壁から血管に侵入して、肝臓を経由して肺に達する。この頃には1ミリメートルくらいに成長している。数日以内にムシは、 気管死を上がって、口から飲み込まれて、再び小腸へ戻り、成虫になる。小虫から成虫になるまでの期間は3ヶ月余りであり、寿命は1年から2年ほどである。こうした複雑な体打ち回りをするので、海中の名がある。このような回りくどい感染経路をたどる理由は、はっきりしていない。一説によれば、海中はかつては、中間宿主を経て、 人に寄生していたためではないかという。海中は古くから人類の最も普遍的な寄生虫であった。紀元前4世紀から5世紀のギリシャの遺持、ヒポクラテスや中国の紀元前2700年頃に記録があり、日本では4世紀前半とされる奈良県牧向遺跡の便所の遺構から海中欄が発見されている。鎌倉時代頃から人噴尿を農業に利用する。 ことが一般化したので、海中も広く蔓延した。人体から排泄された海中卵が野菜等につき、そのまま傾向摂取されて、再び体内に入るという経路である。こうした傾向は二十世紀後半にまで続き、1960年頃でも都市部で規制率三十から四十パーセント、農村部では六十パーセントにも及んだ。しかし、徹底した苦中対策と、 衛生施設、衛生関連の普及によって急速に減少。20世紀末には実に0.2%から0.02%にまでおり、世界で最も苦中に成功した例となった。ただし、同じ頃に広まった自然食ブームによって、下越えを用いた野菜が流通するようになり、また、発展途上国からの輸入野菜類の増加に伴い、海中規制の増加が懸念される。 さらに、苦虫があまりにも徹底したため、海中に関する知識が忘れられるというような場合もあり、医師でさえ海中を見た経験がなく、検査方法も知らない例もあって、海中の増加が見逃される恐れもある。世界的にも海中の規制率は高く、アジア・アフリカ、中南米などの発展途上国、地域ではなお40%程度あり、欧米でも数となっている。 発展途上国、地域では人口の激増と都市集中、衛生施設、関連の不足、衛生状態や経済の悪化等により駆除が困難となっている。海中による障害は多岐にわたり、摂取した栄養分を奪われる、毒素を分泌して体調を悪化させる、他の機関、組織に侵入し、鋭い頭で先行や破壊を起こす、等である。 一匹や二匹程度の寄生であればほとんど問題はなく、肝機能が強ければ毒素を分解してしまうが、数十匹、数百匹も寄生すると激しい障害が起こる。幼少期なら栄養障害を起こし、発育が遅れる。毒素により、腹痛、頭痛、めまい、失神、嘔吐、痙攣といった症状が出る。中水に入り込んで、中水炎の原因になる場合も稀ではなく、 多数の海中が塊になってイレウスを起こすこともあり脳に銘入して転換のような発作を起こす例もある衛生環境を整備しなければならないのはもちろんであるかつての日本で規制率が著しく高かったのは人分尿を肥料に用いていたとともにそれで栽培した野菜類を漬物などとして生殖していたのが大きな原因である海中卵は強い抵抗力を持ち 高濃度の食塩水中でも死なないので、食塩を大量に使用した漬物でも感染は防げなかった。第二次大戦後は、化学肥料の普及が、海中撲滅の一端を担った。海中卵は熱に弱く、摂取70度では1秒で感染力を失う。したがって、野菜類は十分熱を通して食べれば安全である。有機栽培の生野菜を摂取するのであれば、 下越えの加熱処理をしなければならない。だが、大量の食品が海外から輸入されている現状では、そこから感染する恐れもあり、注意しなければならない。発展途上国では、人糞尿を肥料にすることは少ないが、衛生還元や施設の不十分から、海中の蔓延が見られる。便所の位置や構造が不衛生で、地面にそのまま排泄する場合には、乾燥した瓶に含まれる。 海中卵が風に乗って空中に浮遊して感染する。糞便にたかる昆虫やネズミなどの小動物も感染源となっている。海中は毎日大量に散乱するので、一匹でも寄生していれば必ず糞便に卵が混じる。よって、検便をすれば寄生の有無がわかる。駆除にはかつてはサントニンマクニン海ソウなどが用いられたが、最近はパモサンピランテル。 ベベンダ増ルなどが用いられる。根本的には、便所の改善、人々の衛生観念の向上、社会の貧困撲滅など、多くの課題がある。発展途上国、地域でも、日本はじめ、先進諸国の援助もあって、それらの問題の解決に取り組んでいるが、なお困難な事業である。藤田孝一郎は、海中の寄生が花粉症などのアレルギー性疾患の、 防止に効果があると説いている。それによると、花粉症は、花粉と結合した抗体が微粘膜の細胞に接合し、その結果として、ヒスタミン等の物質が放出されて起こるが、海中などの寄生虫が体内にいる場合、寄生虫は人体にとって異物であるので対応する。抗体が大量に産生され、しかもそれらの抗体は、花粉等のアレルギー物質とは結合しないので、 アレルギー反応も起こらない。近年アレルギー性疾患が激増しているのは、海中保有率が極端に減少したためであるという、少数の海中規制であれば、むしろ人体に有益な面も見られると考えられる。人海中と人には安定した共生関係が成立している可能性も考えられる。これに対して、東京寺警会医科大学元教授の渡辺忠広氏は、 人への豚懐中規制により、アレルギー物質に対する意味抗体酸性が増強する結果アレルギー疾患が増悪することを示し、藤田の説を否定している。豚懐中、牛懐中、馬懐中、犬懐中、猫懐中など各種の懐中は、それぞれの哺乳類に固有であり、一種間では成虫になれない。そのため産卵することはないので、 糞便の中欄検査では検出できない。時折話題になるアニサキス症も、クジラ類の海中にあたるアニサキスの幼虫が人の消化管へ命入して起こる。ただし、人体に入ってもすぐ死んでしまい、寄生することはない。もっとも、海中は、かつては異なる宿主には寄生しないと考えられてきたが、実際には人に、犬海中などの幼虫が寄生した例が多くあり、そのような場合は、 各種臓器への迷入が起こりやすく、重篤な症状を引き起こすので十分な注意が必要である。分類の一部を示す。その他その他、ありがとうございます。